シリやさき知りやの市知りやさきは、青森県下北郡東通村にある、下北半島の北東端をなす岬である。岬の北側は津軽海峡、東側は太平洋。潮の変わり目である。辺り一帯には、神田地目という馬が放牧されており、観光の要所になっている。下北半島国定公園に指定されている。 シリア崎への道にはゲートが設けられており、夜間と陶器は閉鎖される。シリア崎周辺の海域は津軽海峡から太平洋へと潮の流れが変わりやすく、また濃い霧がよく発生するため、海上交通の難所として古くから恐れられ、江戸時代にはここは避けて、下北半島の物資はもっぱら西回り航路で日本海経由で運ばれた。 太平洋経由の江戸から北上する東回り航路は江戸中期にようやく八戸までの交通が確保されたに過ぎなかった。江戸地の本格的な開発はこの海域をはじめとする安全な航路と海洋技術の開発を待たねばならなかった。明治9年にシリア崎灯台ができたが明治16年から25年の間には16件の海難事故があった。また、 ロシアとの戦争が予期されていた世錠から津軽海峡を封鎖されたら道の区湾の湾口を抑えられ艦隊が行動できなくなるという観点もあった。シリア崎灯台と神田地名シリア崎には国内最大級の高度53万カンデラを誇るシリア崎灯台がある。シリア崎には先第3系堆積岩類としてシリア崎総軍が分布する。シリア崎総軍は スレートチャート、石灰岩、砂岩、緑色岩とこれらが混在した、いわゆるメランジ島からなる。緑色岩には、はっきりしないが、枕状溶岩の特徴が見られる。ありがとうございます。